ポールポジションはカーナンバー5番クラックスモータースポーツ佐藤蓮、セカンドカーナンバー13番クロックプロモーション三谷俊介、3番手14番ドラゴンコルテ上原拓人、4番手8番ティーンウルフ武井遥人、5番手38番スクールエアラコルサテクニカ YRHKS 高井里遥人、6番手9番バイティングレーシング宮下玄人、以上がトップ6。以下小林久知、小川壮太、村松日奈子、高橋哲太、緑川拓実、森田大地、布施二次穂、角拓実、小泉康介、今川亮太、小松響、中川智樹、川村亮太郎、林ロイ、関根春樹、下村渉、早瀬博道、菊池田明宏、今スタート。全24台今スタート。1コーナーから2コーナー、さあトップ5ぐらいまでは1列だが、6番手以降は3ワイドになっています。抜けてきます。3コーナーから駆け下りて、まずは佐藤蓮、まずは佐藤蓮です。2番手には上原拓人、3番手に三谷、4番手に武井、5番手には宮下玄人、6番手にはこれ小林久知が上がっているかどうか。さあこういった状況で7番手には坂井里だと思われますが、さあそしてトップ8コーナーで入れ替わります。上原拓人が前に出ていったか、最終それを佐藤蓮が返していく。のっけから大バトルとなっています。トップ争い、ホームストレート、佐藤蓮の後ろから上原、この2周目はどうなんだ。そのまま見ていきます、そのまま見ていきます。3番手宮城、武井と宮下まで、いやしかしその後ろもついている小林、坂井里、さらに小川壮太、さあ小川壮太、ヘリコート立ち上がり、5台が巻き込まれました。あ、そしてさらにはもう1台タイヤも飛んだ。さあこれはちょっとすぐにドライバーが動けないような状況になっています。さあ1人投げ出されたドライバーがうずくまっています。さあ先頭は今2コーナーから3コーナー下ってきます。間に合いますでしょうか。さあ1台は再スタート、他のマシンは撤去されました。他のマシンはなんとか撤去された。さあ止まってしまったのは5台です。さあ1台がスピンをしたことによりまして、そこに後方のドライバーが突っ込んでいきました。1人ちょっと痛そうにしているドライバーもいるんですが、さあ最終コーナーの手前です。トップは佐藤蓮、そして2番手には上原拓人と、この辺りはですね、先ほどの大きな悔しいには巻き込まれていない上位集団です。下ってまいります。トップは佐藤蓮、2番手には上原拓人、止まってしまったドライバーはですね、高井遥人、いや高井はなんとか再スタートを切ったのか、最初でも高井がなんかアウトサイドに来たような気がしたんですけどね、再スタートは切ったかもしれません。止まったのは村松、緑川、角、林、菊田という表示になっております。ちょっと痛がっているのが村松日奈子ですかね、ちょっと心配です。ホームストレート、トップは佐藤、2番手の上原がだんだん近づいていく。上原拓人はまだしかしながら様子を見ているが、佐藤蓮を逃がしてしまうと後が大変です。3番手には三谷俊介がその後ろ等間隔でついていく。武井遥人は前から少し離れてしまって、5番手の宮下玄人、こちらと4番手争いという形になっています。6番手には小川壮太、7番手高橋哲太、8番手に小林俊介、少しさらに離れまして9番手関根春樹、10番手下村、11番手白いレーシングスーツが川村亮太郎です。これで5周終了です。トップ5は今下りの FG、 先ほどまでついていたトップ2に少し差ができた。今の S 字のところも上原はちょっとマシンが振られたようにも見えましたが、てか体的にちょっと辛かったかな、跳ねたかなという感じがありましたけれども、さあもう一度佐藤蓮を捕まえるか。佐藤蓮は開幕戦第2戦とゴールデンウィンを決めている。これで第3戦までゴール
ということになりますと、東地域のドライバーはもちろん西地域のドライバーも東西統一戦に向けて過去圧倒的に優位という形でシーズン後半を戦っていかなければならなくなります。いやしかしながら金曜日の練習走行も土曜日のレインでの走行も圧倒的な速さを見せていました佐藤蓮、現在トップ単独となりつつあります。コンバロック離れて2番手上原、その後ろさらにコンバロック離れて南ですが、武井春人がスピードを上げてきた。武井8コーナーインサイド、武井春人3番手に浮上、武井が3番手に上がります。そして4番手には南がしっかりとついていっておりますが、その後ろ宮下健人も様子を伺っている。あ、そして1コーナーのところでは小林久知が高橋哲太をかわしてワンポジションがアップです。今ヘリポートにいるカーナンバー24番小林と21番の高橋です。トップは最終セクションです。佐藤蓮単独で1コーナーへと向かっていきます。ですが、佐藤蓮のタイムだけがやはり後ろよりもコンマに速いです。ズバ抜けて速いタイムとなっています。佐藤蓮が43秒109、上原拓人は43秒32、武井が43秒30、2番手以降が43秒3という中で佐藤が43秒1、これはもう土曜日の時点で武井春人が何やっても佐藤蓮からはコンマにぐらい離れてるんだよって、まあ、他のドライバーも高井春人も言ってましたけど、みんながぶちぶちに言っていたのがよくわかります。あれだろうな、あれだろうなという形になっています。トップの佐藤蓮、去年全日本にステップアップをしてくるまではカデットでチャンピオン、ジュニアでチャンピオン、地方戦でチャンピオンと怒涛の3年連続サングラス制覇を成し遂げて、そして全日本にステップアップをしてきました。しかしながら去年はメカトラブルに始まり、さまざまなトラブル、お払いに行った方がいいよとかいろいろ言われながらも、その悪循環から抜け出すことができなかった佐藤蓮が、今シーズンはその分も取り戻すかのような好調さを見せています。2番手には上原拓人、3番手武井春人、4番手の南俊介との間は広がりました。5番手宮下健人の後ろからは小川壮太が追い上げてきていまして、ここはちょっと変わるかもしれません。5番手の宮下健人、オレンジ色のヘルメットをつけています。カーナンバー9番なんですが、今8コーナーのところを通過しています。あの後ろから2番目の走り、宮下健人はもともと西地域のドライバーなんです。ですが彼自体が本当にいろいろと自分で考えて動くドライバーで、家族に対して東地域のチームに移籍をして、そして東地域難しいと思うけれども転戦することにチャレンジしたい、バイテックの松山さんのところでレースがしたいんですと家族に突然打ち明け、家族もそれならばということで宮下健人を東地域に参戦させることにしたという、そういう話を聞いております。その分宮下健人はほとんど行ったことのないサーキットを転戦しなければならなくなったわけですが、しかしながらこのサーキット一つ一つに適応して現在は5番手、ただし後ろの6番手カーナンバー25番の小川壮太はフラックスモータースポーツ、この東地域を知り尽くしたチーム、そしてドライバーです。しかも現在ランキングがですね、小川壮太第2位となっているんですね。その小川壮太が後ろから追い上げてきて宮下健人とバトルすることになると、5番手6番手争いは今後入れ替わっていくかもしれません。そしてその後ろ少し離れてヘリポート、小林久知と関根春樹、ここもだんだんと近づいてまいりました。カーナンバー24番の小林久知、あ、そして関根春樹8コーナーでやはり入った。ビレルのマシン
8コーナー立ち上がり関根春樹、ワンポジションのアップ小林久志を警戒してインナーのラインを走っていきます。関根春樹7番手8番手争いホームストレート、関根の後ろ小林がつく、その後ろには高橋健太、3つ前になっています。2コーナーでの影響はありません。 FS125 全日本周回数は24周、現在13周終了ですから、ここから後半戦ということになります。灼熱の茂原のタイヤにきついコンディションが牙を剥き始めるのがそろそろです。予選タイヤをいたわっていたか、決勝必要以上に負荷をかけていないか、そのあたりが全てこの後半に集約してまいります。もちろんドライバーの体力的にもやはり茂原はきついと聞きます。最後の最後までマシンもそして体も集中力も高めたままでいけるのかどうかですが、そして今1コーナーから2コーナーにもかなりのバトルが起きていましたが、あれは川村亮太と伸びた大地でしょうか。今 S 字下ってきますけれども、かなりのバトルが起きております。周回数はトップ帰ってくると15周終了となります。ホームストレート、佐藤と上原は1秒3、外橋と本間もさあ、ここに来て武井春子のペースが上がってきました。クルージングに入っている佐藤蓮よりも武井春子の方が本間に速いタイム、これは上原拓人ちょっと苦しくなってくる。2番手3番手が入れ替わっていくか。ヘリポートからの立ち上がり、2番手はカーナンバー14番、ガレージ、ドラゴポルセの上原拓人、ジュニアから全日本にステップアップをしてきました。去年はトミーのイメージがあったと思いますが、上原今シーズンはドラゴンコルセで走っています。その後ろからはずっとトミーに乗っていました木原が追い上げてくる。トップは佐藤蓮、残り周回数は8周です。2番手3番手争いが接近中。おー、ちょっと上原もかなり先ほどからですね、この下りの S 字のところ、あれは上原なりのラインなのかもしれませんけど、跳ね方が激しくて いちいちこっちがドキッとしてしまいます。そして武井春乃がだんだんと追いついてきました。武井春乃が追いついてきた2番手3番手争い、最終セクションから立ち上がってまいります。上原武井テールテールの上に持ち込まれていく。残り周回数7周、2コーナーから3コーナーでは変わりません。そしてこの2台バトルをし始めると、後ろの宮城そして宮下小川というこの3台が一気に加わってきて、表彰台争い2位争いが大変なバトル勃発ということになりかねません。逃げられるか上原、武井をバトルに持ち込みたい、追いつけるか宮城、最終コーナー手前で2番手争いに名乗りを上げているドライバーたち。さあ、ここからは終盤、残り周回数は6周です。トップの佐藤蓮は43秒3、このラップでも2番手以降よりも速いタイムをマークしました。もう佐藤蓮は自分のペースで走りきるのみです。あとはメタカラフルが起きないことを祈るのみ。最近でこそ少なくなりましたけど、それでもやっぱりこの前方は焼けるということがありますからね。さあ、そしてカーナンバー26番森田大地にオレンジボールが提示されます。で、先ほど川村君競り合っていました森田大地にオレンジボールフラッグが提示されます。現在森田は11番目を走行中です。さあ、1コーナーから2コーナー、いよいよ来たか、いよいよ来たか、2台のバトルまだ変わらない。上原そして武井ついてきます。残り周回数5周、ヘリポート立ち上がり、2番手上原、3番手武井、まだ変わらないがついている。
まだ変わらないがついている。そして4番手の宮城はなんとか前の2台やり合って失速してくれたりしないかなと。武井最終コーナー出口のところでスパッと入った、出口で入った武井遥人、入り口でアプローチした感じには見えなかったんですが出口でスパッと抜けてきました。そのまま2番手に浮上、3コーナーでも粘っている粘っている。後ろ上原前に出ることはできません。武井遥人2番手に浮上。さあそして今森田大地が帰ってきました。8コーナーへと向かっていきます。トップは佐藤蓮でも間違いないでしょう。2番手武井遥人の後ろ上原拓人、このまま離してしまいますと決着ということになります。上原は何としてもそれは避けたい、何とか捕まえておきたい。しかしジュニアからのステップアップは上原に対しまして、武井遥人は上位カテゴリーでは何年も先輩という形になる。10番持たせきるうまさは武井に軍配というところでしょうか。ルーキーにとっては今シーズン初戦のモテギからタイヤのマネジメントというところを悩みながら一つ一つものにしてきたという経緯があります。さあそのルーキーたちもいよいよこの小原、そしてシーズン後半には何年目というような複数年参戦をしているドライバーと遜色ないマネジメント力を身につけ始めるわけなんですが、3番手カーナンバー14番上原拓人、今シーズン開幕は6位、第2戦は3位、そしてこの第3戦も3位と連続表彰台になった。4番手の南俊介は開幕戦で4位、第2戦は悔しいリタイアでしたので、この4位というのは開幕戦のポジションに戻ってきた形になります。5番手宮下玄人、後ろの小川の方向を振り切りました。小川玄人は逆に6番手ですが前からは離れてしまっています。7番手には関根、8番手には小林と先ほどバトルをしていたこの7番手8番手とも落ち着いて、さあいよいよファイナルラップへと入っていきます。2番手3番手の方がしかしながらまだ決着つかない。上原2コーナーインサイドマシンを振った、どうだ3コーナー、武井がクロスで返してくる。武井がクロスでなんとか前戻しました。ヘリポートはどうだ、守る武井遥人、守る上原は分かってる、スピード乗せてくる。武井はスピードがなかなか乗らない。8コーナーで捕まるぞ、8コーナーどうだ、武井はもちろんインベタ、インベタで守る。後ろみなぎも突入、後ろみなぎもついてきた。最終コーナーだ、最終コーナー争い、武井はインサイドベッタベタ。そして佐藤蓮がトップチェッカー、そのまま武井守りました、なんとかという感じの2番手。3番手上原、4番手宮城、5番手宮下、最後いや、やはり最後まで分かりませんね、どうなるかというような状況でしたけれども、守りきりました武井遥人、そして最後まで攻めました上原拓人。あとワンチャンス前でやってくれればと思ったと思いますが、宮城と宮下、そして小川、ここまでが